どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ね、私はあるところに、ね、いるわけなんですけども、本日なんとですね、 JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンをですね延長するというね発表がありましたので、まあ、今回の動画ではですねちょっと簡単になりますけれども、こちらをですね一緒にね見ていきたいなと思います。こちらのキャンペーンはですね、以前ね私の動画をねこちらのこちらの動画でね解説しっかりやりましたので、もう内容はね本当に変わっていないんですよね。内容は変わらず期間だけ、まあ、延長されたっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですねこちらのね見ていただければなと思うんですけども、まあ、今回ね、期間が延長ということで、本来ですね国内線は7月いっぱいま で国際線はね9月いっぱいまでね、このフライオンポイント2倍キャンペーンね行われる予定だったんですけども、まあ、ご好評につきということで公式サイトねこれに出しておきますけども、期間を延長いたしましたということで、国内線はですね2022年の6月8日から12月31日まで、国際線も12月31日までということで、2022年ねいっぱいずっとねこちら利用することができるっていう風になったんですですよね。いやね、こちら喜ばれてる方ね結構多いと思います。というのも国内線はですね7月いっぱいまでしかねこちらキャンペーン対象じゃなかったので、まあ、今ね日本時間、まあ、こちらも7月の21日とかですよね。ですね、あと10日ぐらいでこのキャンペーン終わる予定だったんですけども、まあ、年内いっぱいということで、あとね半年近くですね利用することができるっていう風になったんですよね。これはね本当にありがたいですね。私もですね全部の区間ね発券まだしてないんですよね。もちろん JGC 仕様はもう決まっていて、もう発券もね一部は済んでるんですけども、まだ全区間発券してないので、残りの部分ねどうしようかなっていうのと、まあ国際線ばっかりね今回私 JGC 仕様で海外発券でするんですけども、まあ、ほとんどはね海外路線っていう風になるんで、まあ、せっかくだったらねエアバス350のねファーストクラスとかもちょっと乗ってみたいですし、私自身ね乗ったことがないのでそれも利用したいななんていう風に思ってたんですけども、まあちょっとねどうしようかなって思いますよね。2倍キャンペーンね7月で終わっちゃうんだったらっていう風に思ってたわけなんですけども、まあ、今回ね延長されたということで、私もねどっかのタイミングでこれね、乗ることがねできそうだななんていう風に思っておりますので、かなり嬉しいです。ということで、まあ内容に関してはですね先ほど言った通りね延長されただけっていう風になっておりますので、まあ、詳しくはねやりませんけども、注意しておいていただきたいのは JAL の方はですねフライオンポイントね2倍にはなるわけなんですけども、こんな感じでね公式サイト出ておりますよね。搭乗ボーナスフライオンポイントっていうのはですねこの JAL の方にはですね運賃によってつくんですけども、この部分に関しては2倍にならなかったりしますので、この点はねご注意いただければなと思います。まあ計算はね公式サイトのね計算するサイトねよく見ていただいて、出発と、ね、到着入れれば自動的にね運賃設定すればね出てくるようになるんですけども、まあ、2倍分に関してはですねこれやっても2倍分は出てきませんので、このままね2倍にしてしまうと運賃によってはですねこの400ポイントね減ってしまうっていう部分にありますので、この点だけはね注意していただければなと思います。まあ今ね公式サイトね一緒に見ていこうかなというふうに思っておりまして、まあ公式サイトこんな感じになってるんですけども、本当に何も変わらずねご好評につき期間を延長しましたしかね書いてなくてですね、今までのキャンペーンがそのままね12月31日までね延長されたっていうふうになります。でまたね1路線につきプラス500ポイントがね2倍プラス500ポイントねつくのもそのままね延長っていう風になりますんで、まあ、ここら辺の路線ね利用していただくとねかなりお得にね利用できる路線もね、あるかななんていう風に思うんですけども、まあ、ここら辺もね同じっていった形になります。まあそんなところでしょうかね。まあ、特にね皆さんにお伝えしたいのは、今ね日本国内ねかなりね感染がまた再拡大している状況がありますよね。で、おととしになりますけども、もともと ANA が一番最初にプレミアムポイント2倍キャンペーンをやって、その後それが3月とかにね発表されたんですよね。これが2020年の3月だったと思うんですけども、でその後にですね JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンを発表したんですよね、同時期に。で結局その後感染が再拡大して5月ぐらいにですね JAL がキャンペーンを打ち切ったんですよね。この日までの購入に関しては2倍にします、
この日以降に購入した分はもう2倍にしませんっていう、この感染拡大を助長するような施策になっちゃうんでね、2倍で飛行機に乗るためにステータス取るために飛行機に乗る方が多くなるんでね、それを考慮して一回キャンペーンをね打ち切った経緯がありますので、今ねまた感染が拡大されて今後ねもしかしたらキャンペーンね中止になる可能性もありますので、航空券っていうのは基本的に早く買えば買うほど、安くね購入することができますけども、この払い戻しとかねそういったすごい安い運賃だと変更ができなかったりね、そういったのもありますので、個人的にはですね株主優待割引運賃ね、これだったらだいたい払い戻し手数料はね440円以外ねかかっちゃうんですけども、それ以外の運賃はね基本的に戻ってくるっていう風になりますんで、この運賃で買っといた方がねちょっと安心かななんていう風に思いますので、これはねあくまで個人的な意見にはなりますけども、今後のねキャンペーン中止みたいなのはね、ちょっともしかしたら国内線はあるかもしれないので、この点はね頭入れといていただきたいなっていうふうに思います。全部ね安い運賃ばっかりで買って結局感染拡大で乗れないみたいな感じになってしまうとですね、非常にもったいない部分もありますので、この点はねご注意いただければなと思います。ということで今回の動画ねちょっと簡単な動画にはなってしまいましたけども、なんとね JAL がフライオンポイント2倍キャンペーンね延長いたしましたので、国内線も国際線もね延長しましたので、今ね私みたいに海外でね今回私修行海外でするんですけども、海外でやるっていうのもね、悪くないかななんていうふうに思いますので、ちょっとね燃油サーチャージが高い部分があるんで、それも運賃にねある程度乗っかってくるんで、めちゃくちゃあれなんですよね、すごいねお得な路線っていうのはちょっと難しい部分はあるかななんていうふうに思うんですけども、海外のね空気を味わいながらねやりたいっていう方はですね、海外でねやられるのもいいのではないのかなと思います。本当にね私今もう日本出国してだいたい2週間ちょっとぐらい経ってるんですけども、本当にね海外は本当にもうアフターコロナみたいな感じで、コロナ前にほとんど戻っておりますね。はい、ですのでマスクしてる人はね本当に空港はまあまあいますけどね、街中はほとんどいないですね。ホテルもほとんどいないです。はい、私ぐらいですねっていう感じになりますので、海外ね私個人的にはね海外で修行するのがすごい大好きなんで、海外でねやりたい方はね海外でやるのもちょっとね事前の PCR ね帰る前に打たなきゃ受けなきゃいけないのはちょっと費用かかりますけども、ぜひねこちらも利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねちょっと簡単な動画にはなりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。